ました。クワチャンネル、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。はい、本日はですね、スピフティーさんに行ってまいりました。こちらのお店は中野坂上から歩いてちょっとしたところにあります曲がりカレーのお店です。こちらのお店の店長さんは、実はケラクですね、目黒にありますクワチャンネルでもご紹介しました人気のケラクさんの、店長さんだということで、まあ実質2号店に位置するような感じだと思います。まあ味には間違いないというお店、早速行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらがフィフティさんのランチのメニュー表。カレーの種類はこちらの3種類に、キーマカレーの計4種類。もちろん1種から4種盛りまでできます。その他トッピングなども様々あり。本日注文したのがこちら。ポークビンダルーにカキラッサムカレー。そちらにトゥデイズキーマカレーのビーフとホタテのキーマをプラスした計3種で注文。スパイスの香りが充満するワンプレートに、副菜も盛り付けられ色鮮やか、食欲のそそるキーマカレーです。早速いただきます。まずはポークビンダルーから一口。バチバチくるスパイス感、ガツンとくる香りで本日もうまし。カキラッサムカレーはこちらも酸味あり、カキの旨味がギュッと詰まった酸味ありのスパイシーなカレー。ビーフとホタテキーマの旨味の詰まったご飯の進むカレーにダルカレーなので、酸味と酸味のあるカレーを選びましたが、全然苦ではありませんでした。ポークビンダルーもしっかりのこのゴロゴロ感。まろやかなダルとその境目にあるカレーをちょろりと混ぜていろいろ味変するなんていうのもいい楽しみ方。しっかりスパイスの入ったカレーなので、逆に副菜のさっぱり感が生きてきたり、そのさっぱり感がカレーを生かしてくれたりとナイスな相乗効果。ゆっくりなんとなくざっくり混ぜてみたり、しっかり混ぜてみたりといろいろ楽しんでみましょう。本日もしっかり完食、ごちそうさまでした。スパイスフルな一杯。結構ポークビンダルーの感じもスパイシーでいて、ポークのね柔らかい感じだったりだとか、もうとにかくボリュームがしっかり入っているので、ワンプレートでお腹いっぱいになれる、そんなカレーでした。女性の方ならちょっとカレーをねちょっと調節しないと、副菜だったりだとかライスの量も多いので、ちょっと調節しつつ注文するのがいいんじゃないかなと思います。牡蠣のラッサムも酸味あって、こうポークビンダルーとラッサムの酸味で結構きついかなと思ったんですけども、豆のカレーだったりだとか、普通にキーマも追加したので、そちらの旨味プラスとかもしてね、最後に結構なんかこうぐちゃぐちゃっと混ぜた感じで食べても美味しかったです。カレーが4種に増えてましたので、こういろんな組み合わせを考えながら頼むのがいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また次回バイバイ。